元皇居のエアコン担当の秋見です。今回も皆さんのエアコンにまつわるお役立ち動画を配信していきたいと思います。今回お送りする内容はエアコンのお得な買い方についてお話をしていきたいと思います。お得な買い方、一言で言うのは簡単なんですが、実は結構お得の定義、各ご家庭で変わってくると思います。なぜならばエアコンの場合っていうのは本体価格プラス工事費で一つのエアコンにまつわる費用になってくるじゃないですか。そうなってくるとやっぱりね、工事の部分で割高になってしまったりするケースやっぱあるんですよね。ですから今回ご説明する内容がどれが一番皆さんにとって当てはまりやすいのか、そんなことも考えながら見ていただきたいなと思います。今回は4つの内容についてお話をします。1つ目はネット通販で購入をする場合、そして2つ目は家電量販店さんで購入をする場合、そして3つ目は地域密着のエアコン会社さんで購入をする場合、そして4つ目はそのハイブリッドの方式についてご説明をしたいと思います。まずはネット通販で買う場合、まずネット通販の場合のメリットっていうのはやはり金額ですよね。本体の金額が量販店に比べても安く手に入る。また、価格帯を見比べながらどこで買うのが一番安いのかなっていうことが比較的見比べやすいっていうのはありますよね。そういった意味ではもうこの機種で行こうとか、いろんな機種の長所短所を分かった上でもうこれで行こうと決めてる場合はいいと思うんですよね。ただそうじゃないとどうしてもネットの情報でいろいろと拾い集めてこようとするとなかなかね大変だと思います。ですから値段だけの勝負であるならばネットで買うっていうのはありだとは思うのですが、その機種の長所短所、またあとは工事ですね。工事も今は標準工事っていう形でエアコンプラス取り付け工事を含んで購入できるケースもありますが、まず標準工事の定義にもきちんと確認をしてみてください。一般的には配管の長さが4メートル以内という形で定められているケースが多いんじゃないかと思いますが、一応店舗さんごとにその標準工事の内容を確認した上で皆さん方がそれに適用するかどうか、それを合わせて確認してください。またカバーをつけるのかつけないのかで、それと電気工事が発生するのかしないのか、また室外機が地上で室内機が2階の場合など、標準工事と言われているものからいろいろオプションではみ出ていくケースがあります。その場合っていうのはなかなか事前にねきちんと確認が取れる店舗さんならばいいのですが、なかなかネットで例えばメールだけでっていうような問い合わせになると、聞く皆さん方が正直どういう言葉で相談したらいいのかわからないってケースありますよね。ですからあくまでも本体プラス標準工事で済むようなケースであればネットで買うのが一番お安くなるのかなと思っています。ただいざ故障が発生した場合に、どうしても購入されたショップさん、ましてショップさんごとのね長期保証にもしも入られた場合っていうのは、必ずまあショップさんの方に連絡を取って、修理対応の手配をするのですが、お店によっての差があるとは思うんですけど、やはりね非常に待たされるケースっていうのがちょっとそういった事例を耳にすることが多くあります。ですから安く購入するっていうメリットを最優先に選ぶのであれば、ネットの一択でそこから先どうしていくかでいいと思うんですが、工事の部分の懸念だったり、あとは修理の時の懸念だったりがある場合には、ちょっとそのあたりも比較検討をきちんとされてから選ぶのがいいのかなと思っています。さあ、次は量販店の場合についてですが、やはり量販店の良さっていうのは店員さんとの相談がしやすいっていうことがやはり一つあると思います。以前の動画でお話をしたように、設置場所やそれにまつわる周辺の画像をきちんと撮った上でお店の方に行くと、それも踏まえた概算のお見積もりってことをしてくれると思います。また各メーカーから出向してきているスタッフさんという方がかなりいらっしゃるので、複数の量販店を回っていけば、それなりに例えばね、各メーカーさんの方から出向してきている人たちの説明を聞けば、いろんなメーカーの長所短所が分かり
安くなってくるっていうことのも良さの一つとしてはあります。また工事もひっくるめてさらに他のね、家電も買うようなんてケースになるとなおさら値引き交渉っていうこともやりやすくなってくるので、一番なんでしょう、機種の選び方から含めて相談しやすいっていう意味では量販店のメリットは高いのかなと思います。まあ、何よりも実際の室内機のねモデルをこう一度に陳列してあるものを見ながら選べるっていうのもやはりそれも良さなのかなと思います。ただ先ほどのネット通販の場合も同様なんですが、やはり修理の対応の時っていうのはやはりネットよりほっとかれる可能性っていうのは低いのですが、修理の対応のためだけにスタッフさんが行ってくれるわけではないので、こちらが急いでる熱量の割にはどうしても事務的な対応になりやすいです。ですから故障するした時に頼る相手とするとやっぱりまだまだね物足りなくなっちゃうのかなっていう懸念はあります。ですからそういったものについてはやっぱある程度割り切ってお願いをするってことも必要になるのではないでしょうか。また量販店の場合っていうのはどうしても昨年モデルってものはほとんど陳列されていないので、もう今年モデルの選び方が中心になってきます。そういった意味では今年モデルを相談しながら選びたいよっていう場合には量販店でも OK かなと思います。さあそして次は地域密着のエアコン工事屋さんについてになります。やはりねネットや量販店に比べるとどうしても一般論ですがいささか高くなりがちです。そのあたりはどうしてもねそうなりがちなケースが多くなるんですよ。であとはなかなかね気楽にフラッと言って相談しにくいっていうのもあるのかもしれません。ただ工事がちょっといろいろと通常の標準工事以外のものが出そうだなという時にはやっぱりお見積もりを現場に来てねお見積もりをしてもらえるっていうこともありますし、また何かあった時に先ほどのネットにしても量販店にしてもあくまでも一受付担当の方が受けてからその後いろんな組織に情報を回していくっていう意味ではのタイムロスってのが出やすいんですが、地域に根ざしている設備屋さんの場合っていうのは割とそこら辺は比較的フットワークを軽く対応してくれるケースがあります。ですから電話1本でね相談事を持ち込める、困った時に対応してくれるという良さもありますので、特殊な工事が発生するよとか、あとは例えば、高齢のねご家族がいらっしゃるとか、小さいお子さんがいらっしゃって少しでも早く復旧までに急ぎたいよという場合には、地元の設備屋さんに頼ってみる、そこら辺も含めて選択肢として入れてみるというのもありかなと思います。また高くはなりがちですが絶対高くなるというわけではないので、場合によっては、ある程度量販店の金額を意識した数字でこれでお願いできないでしょうかという相談をしてみるのもありかなと思います。さあそして4つ目のハイブリッド方式なんですが、これは、いわゆる工事を皆さんの方で、手配をする、具体的に言うと例えば、お住まいになっている市や町ありますよね。その市や町の名前と、エアコン取り付けっていう形で検索をするとエアコンの取り付けだけ別でやりますよという会社さんがずらずらっと出てきます。なのでエアコンをネットなどでとにかく最安値で購入してきて、でそれを皆さんがネットでつけてくださる会社さんを見つけてやり取りをして、でハイブリッドでやると。ただこれは会社さん全てが当たりというわけではなくてどうしてもその中で当たり外れがあるので何社かにね連絡を取りながら、大体工事、自分たちがお願いをしようとする工事が大体いくらぐらいなのかっていうことの相場感っていうものもある程度把握した上でネットで安く購入したトータルの金額がどれぐらいになるのかということを踏まえた方がいいのかなと思います。ハイブリッド方式を頼んだ場合っていうのはどうしても、修理の手配も基本的には皆さんご自身でやるケースっていうのが増えてきます。でその時っていうのはいろいろとね質問をされてくるんですよ。どんな感じでついてますか、型式は何ですか、室外機はどんな状態になってますか、それこそね僕が以前に動画でお話をしたようなことをずらずらっと聞かれます。ですからちょっとね設置してから何年も経ってそれを聞かれて、ましてやエアコンのね、故障でちょっとこう気も
急いでる場合っていうのは正直ね、イラッとしたり、いいからちゃっちゃと来てくれよと思ったりしがちなんですけど、そこはね、もう先方からしてもそのあたりの仕組みっていうか、そこら辺はもうマニュアルでね決められてることなので、そのあたりはまあ割り切って、より自己判断、自己責任で、安く買うことに特化するのか、ある程度こう何かあった時のリスクヘッジも含めて窓口を一本化させておくようにするのか、そういったことも踏まえながらお考えいただきたいなと思います。いかがだったでしょうか。今回はエアコンのお得な買い方ということで、ネットで買う場合で、量販店で買う場合、地域密着店で買う場合、そしてそのハイブリッド方式の4つを、まあ、ギュッと圧縮して説明してみました。それぞれの長所短所っていうのはちょっとね、今回の話では言い足りないぐらいいろいろとそれぞれあるので、また別の機会にもうちょっと深掘りした話をしていけたらいいのかなと思っています。なるほどな、納得したよと思ってくださる方、ぜひチャンネル登録、そして高評価ボタンの方をよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。元皇居のエアコン担当の秋にでした。それでは失礼します。